晴れの電話は雨の日の午後、受話器の向こうで君は確かに雨に打たれ、声も立てずに泣いていた。最後のコインが今落ちたから、今までの全てがあと3分ねって、君は途切れがちに小さくつぶやいた。なかったこと、まるで秘密。